階の上を流れていくのは大量の卵。そのまま次々と割られていきます。さらに黄身と白身を一瞬で分別。なんと殻のかけらも混じらないといいます。1時間に約8万個割る能力を持ってます。独自の技術力で卵テックを標榜するのが福岡に本社を置く伊藤産業。卵一筋50年の会社です。主力の製品が卵を液体に加工した液卵、卵黄、卵白など用途に合わせた商品を展開し、年間6万トン、全国800の食品メーカーへと出荷する液卵日本最大手の企業です。福岡市内のこちらのお店でも使われていました。卵で計算すると1日1000個ぐらい使用してます。効率面でもすごく助かってますし、卵の殻が入る心配もないのでありがたいなと思います。卵テック、これだけにとどまりません。これを丸ごと使い切るのが当社の独自技術です。機械の中でかき混ぜているのは卵白。霧状にした水と混ぜることでヒット商品につながりました。それが卵白由来のプロテインです。人気の理由は乳糖不耐症っていう、まあ、日本人に多く見られるんですけれど、乳糖をこう摂取するとお腹の中がゴロゴロする、主原料が卵なので、そういう症状が起こらない。牛乳が原料のものが多かったプロテインに満足しない人の心をつかみ、発売から2年で1億円規模の売り上げへと拡大しました。さらにこれまで捨てられていた卵の殻も丸ごと使い切り、新商品を生み出しました。この卵の殻と、そして膜、ここでは特殊な技術を使って殻と膜を分離しているんです。膜を引き剥がした殻は機械の中で加工され、卵の殻で作られた新素材バイオアパタイトへ。そこからなんと歯磨き粉へと変身します。医療ベンチャーと共同でこの新技術を開発し、製造装置から作ってしまったそうです。一般的なアパタイトは石灰石から取れる、これは卵殻から取れたバイオアパタイトと、細かい穴がたくさん開いてますので吸着力に優れていると。虫歯のミュータンス菌だとか、まあ、歯石はもちろん、こういったものも、吸着しやすい。まだまだ使い切ります。残った卵の膜も捨てずに活用。化粧品、医療品を作る開発を進めているということです。新しくその卵の活用方法を探ることによって、卵の可能性をどん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 こう広げていって、2本目3本目の事業の柱を作っていきたいというふうに考えています。日経記者の目は、食品から出る廃棄物を再利用して利益を生み出そうという動きが食品業界全体で今広がっています。九州というのは農業であったり畜産というのが非常に盛んな地域なので、まあ、そこから出る廃棄物を再利用する技術力、これによって今後日本を引っ張っていくかもしれません。技術力で新素材を生み出す卵テック、今後の広がりに注目です。